じゃあこんにちは。はい、さあ豊さん、ね、はい、なんと、うん、読売ジャイアンツさんからですね、はい、ご好意でキャンプの練習の動画、まあ、そうなんだ、はい、動画貴重な動画、はい、どうぞ使ってくださいということで、はい、使わせていただくことが可能になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。でも運がないなまあ欲を言えばキリがないというね、まあ、この選手とか見たかったなとか。でも、まあ、投手陣の中では、はい、今年なんかブレイクしそうな2人を取ってきてるんだよね、はい、そうなんですよ。なんと直江投手と、はい、赤星投手ということで、はい、開幕一軍のベンチにいるかもわかんないよね、この二人は。いや、そうですよね。本当に。で、豊さんも推してる、まあ、それぐらいノルマの高い、はい、二人のピッチャーなんだけどもね、はい、なので、はい、スタッフが、まあ、行った時に、まあ、この日ブルペンに入っていたので、この二投手、まあ、普通はね、ブルペンに入れないらしいよ。で、入れてくれたらしい。ご好意で。ああ、ありがたいことにな。候補の方も中央大学の後輩に当たるんですか、豊さんも。どうなんやろ、お前余計なこと突っ込むよ。ほら、堀田っていうのがいるんだけどさ、はい、あれがキャンプにいるのかどうかっていうのが分かんないんだけどね、はい、まあ、そこは先輩後輩とかね、いろいろありますけれども、はい、まあ、ありがたいことに、じゃあ、この動画を使って、はい、豊さんにちょっとこの2投手、はい、ピッチングの解説をしていただこうと思います、はい、まずは直江投手です、はい、このね、トップに手が上がった時からフィニッシュまでのスピードが速いんでしょ。もう一回見てみましょう。トップに上がって、ああ、そのシュッっていう、シュッっていうか、こう、まあ、こうトップに入ってからフィニッシュまでが速いよね、はい、うん、やっぱキレがいいよ。これが速いことによってキレが出てくるっていうことなんですか。まあ、もちろん腕が速く振れれば、うん、速いスピードでボールは行くよね、はい、だから、まあ、もともと速いピッチャーだけどさ、うん、まだまだ速くなりそうな感じはするしね、はい、これバッターからするとどんな見え方になるんですか。やっぱ迫力あるよね。足は長い、手は長い、はい、ボールは前で離そうとしてる、うん、もうここら辺で離されてる感じに受けるぐらい、はい、やっぱこう前に乗ってきてるよね。あ、だ、実際の球速よりも早く到達、あ、感じる、体感は感じると思うよ、うんうん、そのテイクバックからさら速いってことですか。はい、速いけど、こうなんていうの、今主流の投げ方ではないね。こう主流の投げ方って、はい、こうやって構えてすぐ腕をこうやって上げるんだよね、はい、上げてから振り下ろすんだけど、うん、直江の場合一旦こう下がるよね、はい、だからこうその分こう上でのバランス、うん、投げる時のバランスが狂いがちだよね。狂うかもわかんない。だから、うん、まあ、それなりのコントロールは持ってても、はい、微妙なコントロールっていうのはもう 今は、うん、とにかくここに持ってきてすぐ投げるっていうが主流なんだよね、はい、あ、だからちょっとこう下ろしたりとか一昔の投げ方はしてるよね。あ、うん、でも非常にバランスは取れてて、はい、力感もあるしキレも、ね、感じるような、うん、まあ、素晴らしいバランスで投げてるなっていうふうに思うよね。あと一つ思ったのが、はい、振りかぶってから、あ、これ振りかぶってこうちょっとぐらぐら揺れるんですけど、はいはい、これはあ、これですね、はい、あ、これは自分のこうリズムを取ってるんですよ。右足に体重を乗せようとするリズムを掴んでるという。あ、そうだ、別にそのだからその正からどうに行くタイプと、はい、どうからどうに移るタイプっていうのがいて、うん、静止してる状態はセットで入る人はどうから正に移れるんだけど、はい、やっぱ振りかぶってで正にはいかないよね、はい、やっぱ銅から銅に行くそのタイミングをこうやって測ってる。自分で。そうなんです。だから別にこの それが悪いとかいいとか、そう、あ、全然悪くない、うん、やっぱりリズムがあった方がうまくいくだろうし、はい、いいと思うよ、うん、だから、まあ、トップから、まあ、これ遠目から見てるけども、はい、非常にバランスのいいね、綺麗なフォームを見てる。藤田元志さんという人がいてね、はい、俺が解説者になった当時ね、でブルペンの見方がわからないじゃない、はい、どういうふうに見ていいのか、うん、
聞いたことがあるの、藤田さんって、はい、ブルペンってよくわからないと、みんなよく見えると、うん、どういうのが見どころって何ですかって、綺麗なフォームで投げてるピッチャーで、はい、悪いピッチャーいないよって。あ、じゃあフォームの綺麗さを見るの、うん、だからまあもちろん変則は変則としているかもわからないけども、はい、やっぱスムーズに投げてるピッチャーはいいピッチャーだっていうふうに覚えておくといいよって言われたね。じゃあまさにこの直江投手は綺麗な、まあまあそうだね、というところです、ね、ただまあ投げ方っていうのがちょっと若干こうやってテイクバックが落ちて上がってきてこう投げるから、はい、まあここにスピードはあるんだけども、うん、若干こう遠回りしてる、うん、からまあこうリリースポイントでちょっとずつ狂うとまあコントロールが微妙に甘くなったりだとか、うん、はい、まあ、フォアボール出すようなピッチャーではないから、はい、ああやって投げててもそういうふうに出さないっていうことは器用なピッチャーなんだろうね、うん、ああそういうことなんですね、うん、さあ続いて、はい、赤星投手ですね。ドラフトルーキーになりますね。ルーキーね、はい、まあ、本当に使い勝手がいいというかね、はい、多分どこでもできるんじゃないかっていう。これはセットで投げてて、はい、まあ、ランナーがいない想定で投げてる、その時っていうのは右足に体重がしっかり乗ってね、はい、まあ、多分いいボールもいってるはずなんだよ、うん、でやっぱキャッチャー乗せるな、ブルペン捕手は乗せますね。もうね本当にねいい声出してるわ、ジャイアンツのブルペン捕手、ね、投げてて気持ちいいでしょうね。いやいや気持ちいいでしょうねって気持ちよくさせるために乗せるんだから、いやもうねうるさいぐらい言うよ。すごいですね。まあ他の球団もそうなんだけど、ね、はい、それ多少甘い球とかなんか悪い球が言っても、いや回転がいいとか言ってコースは悪いけどって面白いやつもいるんだよコース悪いけど、そう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 。でもう一つちょっと引きで取ってるのはこれ、あのクイック、ね、ちょっとクイックだな、はい、クイックの時っていうのは若干やっぱこう体の開きが少し早くなって、うん、あのバッターがボールが見やすいかなっていうような感じがするんだよね。はい、これですね、うん、だからまあここら辺が修正できれば、はい、ほんとねどこでもできるぐらいのセンスあるし、はい、まあ、どこでもできるっていうのは先発であったり中継ぎであったりね、はい、そのできるし、うん、だから本当は器用なピッチャーだろうなっていうのは分かる、うん、ルーキーながらにすごいですね。だ完成度はすごく高いピッチャーですね、はい、だからコントロールは狂わないだろうなっていうのか、そういうフォームをしてるってことですか。そうそうそう、で言ってたそのやっぱりちょっとクイックの時にその体の開きで、うん、ボールが分かってしまうのも注意っていうところなの、ね、うん、もうちょっと体が開かないようにすればいいっていうことなんですか。あ、まあそれ一概に言うけどさ、はい、なかなかやっぱ難しいんだよね体の開きっていうのは、うん、はい、そこはやっぱ最大のテーマだからさ、うん、で左手のこう畳、はい、左手持っていったギュッとした畳、はい、こういう引き、これですね、これもちゃんと収まるところにしっかり収まるんだよ。収まらないピッチャーもいるんですか。いや、これブラーンとしてるやつもいるよ。そうそうそう。なんでそうなっちゃうのと思うんだけど。あ、やっぱりスポット収まる方が、いや、まあまあ、あのブレが小さくなるからね、うんうんうん、だからすごくいいと思うけど、はい、だからこう直江よりも赤星の方が若干こうテイクバックが小さめなんだよね、はい、小さい分だけやっぱコントロールはいいだろうなっていう、あの、まあ、ここでブレない、まあ、コントロールってそれだけじゃないけどもね、はい、この指先の微調整っていうのもあるんだけども、はい、だけどこの2人をこう見てみると、うん、迫力と柔軟性というかさ、うん、まあ、直江は迫力があるし、はい、なんか赤星は柔軟性をすごく感じる、うん、ピッチャーだよね。そうですね、うん、この2投手ね本当にあの今年期待されてますし、うん、ぜひ一軍のマウンドで投げる姿っていうのを見たいですね。31番っていい番号もらったね。どなたの番号なんですか。31番って今年の当たり番号らしいよ、はい、あ、そっちですか。あ、ラッキーナンバーなんですね。ラッキーナンバーらしいよ。あ、じゃあ今年本当にブレイク、来年からどうするんですか。いやいや、だけど1年目って大事じゃない、はい、そこに、まあ、31番っていう数字は、うん、すごくいい番号らしい。じゃあ期待、そこからもなんか期待とか自分にね願掛けして、うちの息子が見てもらってる先生みたいな人がいて、はい、31番がいいっつって、うん、携帯の待ち受け31にしたっていうぐらい、はい、いいんですか。31はいいらしい。あ、じゃあ今年ね31で、31じゃない番号の人はもうなんか裏側に31っていうのをひっくり返って、まあそれが効果あるのかどうかわからないけど、わかんないですけど、だからひっくり返して13もいいんじゃないかっていうふうに俺は勝手に思ってるわけ。それ勝手に
勝手に思ってる。でも31はいいっていうふうに今年ちょっと聞いたことが、おお、うん、じゃあちょっとそれも含めて期待したいです、ね、俺は31っていうのが大体好きな番号だ。あ、もともと好きなんですね、うん、あの全日本、はい、アテネ行った時31だ、背番号。そうなんです。でも現役の時別に31関係なかったもん、ね、関係ない、3番だ。そうですよね。でも31つけてるんです。でもうちの息子が最初につけた番号は13。あ、逆か、うん、おー、なんかじゃあまつわる、なんかあるんだろうね。だからそう、なんか吸い込まれるような赤星に。おー、じゃあ今年ぜひね、その31を背負ってね、まあ、まあ、でも本当に直江も、はい、赤星もすごく期待できる選手だけに、はい、やっぱりいい本狙えてるな。そうですね、はい、はいはい、というわけで今日は、巨人軍の中から、はい、赤星投手、そして直江投手のピッチングの解説をしていきました、はい。